ゴリツヤはイタリア共和国フリウリベネツヤジュリア州にある都市で、その周辺地域を含む人口約3万4千人の基礎自治体。ゴリツヤ県の県都である。スロベニアとの国境の都市であり、スロベニア側のノバ・ゴリツァとは双子都市の関係にある。ゴリジヤはオライジャと発音される。日本語文献ではゴリツヤのほかゴリツヤとも記される。 標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。ゴリツヤ県外リアクズ、ゴリツヤ県東北端に所在するコムーネで、依存蕎川の流域であるバレ、デルビパッツォの中心都市である。ゴリツヤの中心市街は、 イゾンツォ川の左岸にあり、ウーディネの東南東 33km、州都トリエステの北北西 35km、スロベニアの首都リブリアナの西 70km に位置する。ゴリツヤの市街は、スロベニアと国境を接している。コムーネとしてのゴリツヤの領域は、イゾンツォ川の両岸にまたがっている。隣接コムーネ隣接コムーネは、以下の通り。括弧内のスローは、スロベニア領を示す。 地域の中央を北東から南西へ依存層川が流れる。北部には山脈が一致しており、地域最北端にある国境の山、サボティノ山は五立屋県の最高峰である。北側にそびえる山脈は、この周辺地域に強い影響を与える地方風防ラから五立屋を守っており、穏やかな気候をもたらしている。地域北東部、依存層川右岸側には、 これ利用の丘陵地帯が広がるが、地域南東部及びイゾンツョ川左岸側は、概ね平坦な地勢である。ゴリツヤの中心市街は、イゾンツョ川の左岸にある。鉄道線路に沿って、国境線が引かれており、スロベニア側にはノバ・ゴリツァの市街地が形成されている。イゾンツョ川西岸には南部に、ルチニーコ、北部には、オスラビアなどの分離集落がある。 ゴリツヤ上位ゾンツ川沿いのこの地は、アクイレイヤとエモナを結ぶローマ時代の街道にも、ほど近く、記録に残る以前から、ノミやグラや城塞などがあったと思われる。歴史的に、スロベニア人が多く住む地域であり、ゴリツヤという地名もスロベニア語で、小山を意味する、ゴリツェに由来すると考えられている。ゴリツヤの名が記録に最初に現れたのは、1001年4月28日の、 日付が記載された神聖ローマ皇帝夫ー三世の文書である。夫ー三世が、サルカの城と城下にあった荘園を、アクイレア総司教ヨハネスとフリウリのエプシュタイン家に分け与えた、この文書で、ビラクエイスクローバラムリンガーボカトゥアゴリザが登場する。11世紀以降、この町は二つの地域に分かれて発展した。上手にある、城の一帯は、政治的。 行政的な役割を果たし、村は地方公益を担う役割を果たした。12世紀から16世紀初頭にかけて、町は孤立や白国の政治的、行政的な中心であり、白国の最盛期には、京のゴリシカフリウリ東南部、クラス地方、中部イストリアから東、チロルまでの地域の首都であった。 セイグナチオロヨラ教会1500年、孤立ヤ伯爵家の継承者が絶え、孤立ヤ伯の称号と領地は、ハプスブルク家のマクシミリアン一世のものとなった。その後、ベネツィアによる占領もあったが、孤立屋の町は、ハプスブルク君主国による統治の下で発展を遂げた。街並みは、孤立屋城の下まで拡大し、北、イタリアから移り住んできた人々が商業活動を始めた。 コリツヤは様々な民族の暮らす町であり、フリウリ語、ベネト語、ドイツ語、スロベニア語が話された。16世紀半ば、コリツヤは宗教改革におけるプロテスタントの中心地の一つとして注目された。スロベニア人の有名な宗教改革者プリモシュ、トルバルもこの町を訪れて説法を行っている。しかしながら16世紀末、 当地の修道院長であったヤネス・タブチャルによって、対抗宗教改革が推進され、カトリック側の巻き返しが行われた。タブチャルが当地に誘致したイエズス会は、その後のゴリツヤの教育と文化に大きな影響を及ぼすことになる。セイグナチオロヨラ教会は、17世紀半ばに建築が開始され、約100年をかけて完成した。 ゴリツヤの町並み1751年、アクイレイヤの総大司教座が解体された際、ゴリツヤに広カサ教区が置かれ、ハプスブルク君主国におけるカトリックの宗教行政の中心の一つとなる。ゴリツヤ広カサ教区は、北はドラーバ川、東はコルパ川までを管轄地域とし、広カサ教区内にはトリエステ・トレント・コモ・ペデナの各死教区が所属していた。 大聖堂を中心とした新しいバイクが整備され、大聖堂にはかつて悪意レイヤの境界道に収められていた文化財が移されてきた。町には典型的な高期バロック様式の邸宅群が数多く建てられ、特徴的な景観を作り上げた。また、紙壁の中にシナゴーグが建設されたことは多民族性に対して比較的寛容だった、この町の気風を語るものである。 コリツヤの町。セシル・マクループ撮影ナポレオン戦争中、1805年にはイタリア王国の一部に、1809年にはイリュリア州の一部に編成され、1813年までフランスの支配下に置かれた。ハプスブルク君主国の統治下に服すと、コリツヤを含むゲルツ白領は、オーストリア帝国を構成するイリュリア王国の一部となった。この時期、 コリツヤは、オーストリアの上流階級の間では、夏の滞在地として知られるようになり、オーストリアのニースとして呼ばれた。この地の住人には7月革命で王位を追われた、ブルボン家の人々もあり、ブルボン朝最後の王であった、シャルル10世もこの地で終焉を迎え、埋葬されている。諸国民の春と呼ばれた1848年の革命も、 周辺地域とは異なりゴリツヤの町にはほとんど影響を与えず、静かで王家に忠実な地方都市との政評を再確認させることになった。1849年、ゴリツヤ白国はトリエステやイストリアを含むキュステンラントに属することとなった。1861年、ゲルツ白領はゲルツグラディスカ公国に再編され、自治権が認められた。 この時期のゴリツヤの町は、中心部ではイタリア語、ベネツィア語、フリウリ語、ドイツ語、スロベニア語が行き交う多民族都市であり、郊外にはフリウリ人、スロベニア人の暮らしが広がっていた。1910年のオーストリアの国勢調査によると、ゴリツヤの人口29,291人のうち、イタリア語、フリウリ語を母語とするものが50.6%。 スロベニア語を母語とする者が36.8%、その他スラブ系言語を母語とする者が1.3%、ドイツ語を母語とする者が11.1%であった。また、ユダヤ教の信仰を持つ者が0.9%いた。イタリア人とフリウリ人、スロベニア人の間には緊張もあったと記録されては、いるが、第一次世界大戦の勃発までゴリツヤの街は比較的寛容であり、 イタリア人、フリウリ人を及び、スロベニア人の文化が共に花開いていた。孤立や中央駅、ゲルツ白領を含むキュステンランとは、イタリア側からは、未回州のイタリアの一部とみなされ、ベネツヤジュリアと呼ばれた。1915年4月、イタリア王国と三国協商の間で、未回州のイタリアのイタリア貴族を取り決めた、秘密協定が結ばれると、 1915年5月23日に、イタリアは協商国側として第一次世界大戦に参戦。イゾンツ川流域の支配をめぐって、イタリアとオーストリアが争う、イゾンツの戦いと呼ばれる激戦が展開された。ゴリツヤは1916年に、イタリアに占領されるが、翌1917年に、オーストリアが脱会。1918年11月3日、 ピラジュスティ急戦協定が締結されて、イタリア戦線の戦いは決着し、ロンドン条約に沿って、イタリアがゴリツヤを占領した。イタリアは、ベネツヤ・ジュリア総督の暫定的な統治のもとに置いた。1920年に結ばれた、ラパロ条約とサンジェルマン条約により、ゴリツヤは、正式に、イタリアに併合された。当初は、旧ゲルツグラディスカ広告全域を管轄する。 ゴリツヤ県が置かれたが、1923年に県の分割が行われ、1924年にはゴリツヤ県とウーディネ県が合併して、フリウリ県が編成されて、これに属する都市となった。1927年、ベネツヤ・ジュリア州にゴリツヤ県が再設置され、ゴリツヤは再びその県ととなった。1922年に発足した、ムッソリーに政権した、 スロベニア人の民族団体は解散させられ、公的な場でのスロベニア語の使用も抑圧された。多くのスロベニア人はユーゴスラビア王国や南米へと逃れていった。また、抑圧に対抗して、スロベニア人の地下組織が作られ、反ファシズムの運動として、時にはスロベニアの民族統一主義の運動が展開された。第二次世界大戦下の1941年4月、 ドイツ、イタリアなどの数軸国軍がユーゴスラビア侵攻を行うと隣接する孤立や県地域もその影響を受けた。スロベニア人たちを含むユーゴスラビアのパルチザンはこの戦争をユーゴスラビア人民解放戦争として戦った。1943年9月、イタリア王国が連合国に単独降伏すると街はスロベニア人パルチザンによって解放されたが、 まもなく、ドイツ軍によって占領された。ドイツ軍はこの地域を、アドリア海沿岸作戦地域とした。ゴリツヤと、ノバゴリツァの間のかつての国境チェックポイント第二次世界大戦後、ゴリツヤは、ユーゴスラビアパルチザンによる占領を経て、連合国軍の軍政下に入った。1947年9月15日正式に、イタリアの市政下に戻ることになった。この ゴリツィア県の大部分がスロベニアに割上され、ゴリツィアの地域も分割された。ゴリツィア市街付近において、国境線はオーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンとを結んでいたトランザルピン鉄道に沿って走っており、道路線のゴリツィアの駅の駅舎はスロベニア側に属している。ゴリツィアは国境の町であるが、スロベニア側は分割後に発展した地域である。スロベニア側の新都市、 のがゴリツアの建設は1948年に始められた。冷戦下、異なる体制によって都市が分断された状況から、ゴリツアがベルリンになぞらえられることもあったが、ゴリツアをめぐって、イタリアとユーゴスラビアは良好な関係を保った。両国の調和と協調の象徴であった、文化、スポーツ交流行事は、ユーゴスラビア連邦解体まで続けられた。 1991年のユーゴスラビア解体後、国境の向こう側はスロベニアとなった。2007年12月21日、スロベニアが宣言協定に加わったことで、国境は往来を妨げるものではなくなった。広域行政組織である山岳部共同体、とってナティゾーネコリオ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。 地中海性の穏やかな気候から人気のあるリゾート地である。人口水位、居住地区別人口国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。この町は歴史的にスロベニア人の多く住む地域であり、また16世紀以来約400年にわたりオーストリアハプスブルク家の統治下にあった。 ゴリツヤの料理や菓子にも、イタリア以外の様々な文化の影響を受けたものが、見られる。また、ワインの産地としても知られる。原産地統制故障により、ゴリツヤ周辺で生産されたワインの実が、ゴリ,ョゴリツヤーノと称することができる。ゴリ,ョゴリツヤーノには、白赤などの種類がある。ゴリツヤ中央駅ゴリツヤイコールヌバゴリツヤ線、印を付したものは、 翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。